はい、どうも、トラキチの無課金覇王ロード12球団編です。今日でログインが91日目ですね。はい、ですね、現在2020年、3月8日の朝の9時38分なんですけども、ネットスタジアムあと5日と5時間で、現在、348万2496人ということで、まあ大体1日200万ペースでいこうかなと。200万人ペースで1、10、100、1000万、10、100万、200万人です。200万人ペースで行って、まあ大体5日ぐらいで終わらせたいなと思ってます。で、現状、エナジー今まででトータル50ぐらいは多分使ってると思います。はい。まあ、12球団編、こちら12球団編で、まあ阪神純正編というのも僕やってるんですけども、こちらは12球団編ということで、A ランク縮む契約書ね、これはまだ開封してません。一番最後のこの S ランク OB 契約書、これを引いてから A ランクチーム契約書は開封していこうかなと思ってます。ね、それなんでね、ちょっとね、ボーナス選手がね、まあ、60% しかいないんで、まあ、畑島選手と B ランクの田淵選手いないんで、まあ、多少というか結構エナジー終わりながらいかんとしゃあないかなと思ってます。まあ、ここはね、もう累計取って撤退するんで、まあ、とりあえず終わらせて V ロードまた回りたいなと思ってますんでね、まあ多少というか、まあ、そこそこエナジー使いますけどね、まあ、これはしゃあないかなと思ってます。はい。まあ、ペース的にはね、全然5日6日で終わるかなというペースでいってますんで順調だと思います。はい。それでは今回は、契約書の方を開封したいなと思います。この12球団編ね、先ほど、ログイン91日と言いましたけども、約3ヶ月まだ全然 S ランク選手とか S ランク選手も限界突破できてない選手とかいっぱいいますんでね、契約書を結構、まあ、グランドオープン前ですけど開封していこうと思ってます。で、この S ランク確率 30% と S ランク確率 10%、 これはちょっとさすがにちょっと置いときます。で、ゴールド契約書5枚と A ランク契約書が2枚ありますので、それを、開封したいなと思います。はい。それではゴールド契約書5枚からいきます。5枚ですね。はい。A ランク以上の、有能選手、限界突破できる選手か S ランク選手来てほしいなと思ってます。それではいきます。ゴールド契約書5枚お願いします。来い。うん、最後のチャンス。渡辺選手、海田選手、田代選手、磯村選手、近藤選手、はい、全員 B ランクでしたね。まあ、ネットスタジアムなので、今現在、経験値 1.8 倍ということもありまして、結構 B ランク選手も必要となってきますので、まあいいかなと思います。はい。それでは A ランク契約書に参りますので、1枚ずついきたいなと思います。これ、ご祝儀のもらった選手ですね。一発目で当たりましたね、これ。A ランク契約書は A ランク選手、限界突破できる選手来てほしいなと思います。いきます。山田選手とかね、柳田選手とか千賀選手とかが欲しいです。さあ、ダメ。おお、今永選手。今永選手は侍ジャパンのA ランク1枚持ってますので、これで A ランク2枚目ですね。はい。この通常は初めてですけどね。はい。S ランク欲しいですね。はい。続きましてもう1枚 A ランクいきます。限界突破できる選手来てほしいです。いきます。来さあ、だね。来い。山田選手、来い。おい、すげえな、おい。すごい確率やな。今永選手、連チャン。A ランクランダムで。これで、3枚目ですね。すごいな。はい。こんなこともあるんですね。はい。ちょっとびっくりしましたけど。あともうないかな。はい。こんな感じですね。はい。今回はこんな感じです。ネットスタジアムの方ね。有能なね、
欲しい OB 選手結構いますんで、頑張ってやっていきたいなと思います。エナジーもまあ今の現時点で50ぐらい使ってるんで、まあトータル150ぐらい使うのかなとなんとなく思ってますけども、まあできるだけ使わないように、まあ無課金にやってますんでね、できるだけ使わないようにブランドをこう備えてやっていきたいなと思ってます。あとまあ A ランク役所2枚でどちらも今永選手というなかなかのことがありましたけども、今永選手の S ランク待ってます、はい。今回こんな感じですね。また動画上げますので見ていただけるとありがたいです。以上トラ吉12球団編でした。